草津パーキングエリアは、滋賀県大津市及び草津市の名神高速道路上にあるパーキングエリアである。新名神高速道路建設に伴い、大津連絡路との接続部となり、ジャンクション併設という日本の高速道路では稀な構造となった。2008年2月6日に給油所が大津 SA から移転開業した。これにより、 O2SA を通過しないージバイパス経由でも給油が可能となり、ガソリンスタンドの間隔が従来の最大約 150km から約 100km に短縮された。売店は、名神6車線化工事に伴い上下線ともに現在地に移転した。上り線 q p a 敷地は、トイレ、自動販売機、ガソリンスタンドのある第 2PA として活用している。 第 2PA に駐車した場合、売店施設へは300メートルほど歩かなければならない。なお、下り線 q p a 敷地は、現 PA 敷地と一体化している。2010年4月22日に、上り線売店施設が、リニューアルオープンした。施設は、宿場町として栄えた草津宿本人をイメージした、瓦屋根の和風な外観となり、売り場面積は1.5倍に拡大された。 新名神の部分開通により利用客が増加したことなどからショッピングコーナーとフードコートは24時間営業となった。2010年7月12日にはネクスコ西日本管轄の名神高速道路内では初となるシャワーステーションが上り線に設けられ2010年11月16日には下り線にも設けられた。シャワーステーションにはコインシャワー、 マッサージチェアコインランドリーも併設されている。2011年4月26日から、下り線もフードコーナーとショッピングコーナーが、リニューアルオープンして24時間営業となり、パーキングエリアながら、サービスエリアと変わらない規模となった。草津 PA と草津 JGT は近接しているため、上り線草津 PA への流出路を通過するとすぐに、草津 JGT の案内標識がある。 下り線はパーキングエリア利用後、新名神方面に向かうことができない。ありがとうございます。